去年、レース中の事故で選手が死亡した自転車ロードレースツールド北海道は、今年の開催見送りを正式決定する見通しです。この事故は、去年9月、上川の上富良野町の道道でツールド北海道に出場していた大学4年生の井原志光太さんが、反対車線の乗用車と衝突し死亡したものです。 大会を運営するツールド北海道協会は、事故を受け、今年の大会の開催を見送る方針を固め、午後に行われる理事会で正式決定する見通しです。協会の関係者によりますと、有識者による安全対策検討会の再発防止策がまだまとまっていないため、大会の準備を行うことができないと判断したということです。ツールド北海道は、 1987年に始まり国際自転車競技連合公認のレースとしても開催されていました。